人を大胆にするなんて信じてはいなかったのだけれど、今ならわかる気がするよ。始まったわね、あんたの物語が。あんたの物語がバッドエンドになるかハッピーエンドになるかは神のみぞ知る。ただまあ基本的にあんたは状況に振り回されるばっかりで、ぶっちゃけ置いてけぼりになると思うから、私の方からいろいろ補足してあげる。そのためにこの幕間の私との対話があるわ。あんたにとっては夢みたいなものだし、すぐに忘れられちゃうんだろうけど、ちょっとでも何かが残ることを期待して言葉を紡いでいくわ。ともあれ、まずは前提から、記憶喪失の主人公であるあんたと従者のコッコロタンは約1ヶ月間ランドソルで日銭を稼ぎながらホテル暮らしをすることになったのよ。ちなみにコッコロタン以外の子ペコリーヌちゃんたちとはホテル暮らしを始める前に一旦お別れしてるわ。同じ町で暮らしてるし、たまに会ったりはしてるみたいだけどね。その間にあんたはたくさんの女の子たちと出会っているの。数えてみたらだいたい40人以上の女の子たちとね。そして会話し交流し、どんどん仲良くなってるわ。え？そんなの記憶にないって？本当にそうかしら。よーく思い出してみて。ちょっと真面目に記憶をひっくり返して探してみれば、あんたと女の子たちとの出会いや交流の物語が見つかるはずよ。彼女らの発言の中に聞いたことがない単語なんかが出てきても、あんたはもしかしたらどっかでその単語を聞いて意味を教えてもらってるかもね。それらの情報やあんたの経験を組み合わせて、あんたはこの世界やあんた自身が抱えてる謎を解いていかなくちゃいけない。あんたがあんたであるためにね。そしてこの歪んでおかしくなってる世界を正すために。おっと、最初からダラダラと喋っちゃダメね。長話はこれで一区切りにするから、あんたはあんたの物語を満喫しなさい。あんたの人生をね。道に迷ったら私が導いてあげるから。主様、大変申し上げにくいのですが、もうお金がございません。故郷を出立する際に長老よりロギンを頂戴したのですが、さすがに底をついてしまいました。ランドソルは都会でございますしね、物価が高いのです。それでもなんとかやりくりして安宿を探したり、自前で食材を調達したり頑張って節約しておりましたけれど、もうお財布が空っぽでございます。なので主様、私働きに出てもよろしいでしょうか。なるべく主様の元を離れて行動したくはございませんが、私お仕事を探して賃金を頂戴し生活費に充てたいと考えているのです。主様はごゆるりとお心のままに、その辺で遊ぶなりおいしいものを食べるなりしてくださいまし。これは本日のお小遣いでございます。どうぞ。それでは失礼いたします。夕刻には宿に戻りますので。いかがいたしました主様。
顔色が優れないようでございますね。慣れない環境でしょうし、体調を崩されたのでしょうか。心配です。それともお小遣いが足りませんでしたか。すみません、先ほど渡したのが残りの手持ちのお金のすべてなのです。仕方ありません。私の装飾品などを売ってお金に換えてきますね。おにゃ、主様、急に抱き寄せられては困ります。公衆の面前でございますから。いかがしましたか。私がそばにいないと心細いのでしょうか。ふむ、主様も働きたいと。労働などの苦役はすべて私が担いたいのですけれど、人に働かせて自分だけ遊ぶのも罪悪感がございますか。それが主様のお気持ちでしたら私は尊重いたします。主様はお優しい方。二人で稼いだ方が効率的でございますしね。ではそうしましょうか。この広場に求人情報などが貼り出された掲示板があるはずでございます。その掲示板にて私、良い感じのお仕事を探そうかと考えております。そんな方向で主様も構いませんでしょうか。では早速。あれです、あちらが九段の掲示板でございますね。ございますか。かなり派手に転倒したようですが。あいたたた。ごめんなさい。大丈夫です。ご心配なく。張り紙をしようとして踏み台の上で背伸びしてたら、うっかりバランスを崩しちゃいました。ダメですね。スズメったらドジで。スズメ。これはこれは、ご無沙汰しております。なんだか恥ずかしいところを見られちゃいましたね。主様、お知り合いの方でございますか。あ、はい、この方には以前ちょっぴり親切にしていただいたんですよ。こちらの子はあなたの妹さんでしょうか。ですね。お嬢ちゃんおいくつ？今日はお兄ちゃんとデートですか？妹ではございません。主様にお仕えしているコッコロと申します。そうですか。では私と同じような感じなんですね。同じというと、スズメ様も主様にお仕えを？違うんです。ごめんなさい、説明が下手で。私はご覧の通りのしがないメイドなんですけどね、とある高貴な方にお仕えしてるんです。今もお嬢様、その方のお仕えでお仕事を手伝ってくれる人を探してたんですよ。見てください、これ頑張って作った求人の張り紙。ふむ、引っ越しのお手伝いですか。荷物の梱包と、できればそれを運搬する馬車の護衛も。簡単なお仕事ですけれど、かなり破格の報酬でございますね。うちのお嬢様は基本的にドケチ、倹約家なんですが、お金を使うべき時には大盤振る舞いしがちなんです。この掲示板に用があったんですよね。
職探しをしているなら、よろしければこのお仕事を受けていただけませんか？もちろんご都合が合えばって感じですけど、全然知らない人よりは面識のある人に頼んだ方が安心ですから。ほうも、渡りに船ではありますし、かなり条件もいいのでお引き受けしてもよろしいのですけれど、私の一存では決められません。どうしますか、主様。え、どういうことでしょう。ああ、先ほどスズメ様が転んだ拍子に主様に馬乗りになっていらっしゃいますね。せいでバランスを崩してまた転びましたね。もはや馬乗りどころか主様と絡み合って寝そべっている感じに。本当にドジな方なのですね。これでは荷運びなどには苦労するでしょうし、確かにお手伝いが必要かもしれません。いただきます。どうぞ召し上がれ。えへへ、移動しながらの食事になっちゃってすみません。馬車の手配に時間がかかってしまって、バタバタと出発するしかなかったんです。近頃この辺は物騒ですから、一時的によその町に疎開する人がいたりとかで、なかなか馬車が調達できませんでした。ダメですね、段取りが悪くて。お嬢様にもいつも叱られるんです。ちゃんと準備万端、整えてから動きなさいって。ふむ、引っ越しをするということですし、馬車は必要です。私たちは暇ですので、時間がかかってもさほど迷惑ではございませんし。ご不便をかける分、今回のお仕事が終わるまでの衣食住は保証しますので、たっぷり召し上がってくださいね。さあどうぞご遠慮なく。早起きして作ったんです、サンドイッチとか。恐縮です、すみません、ご相伴に預かってしまって。私たち手持ちのルピが尽きかけておりまして、その日の食事にもことかくありさまなのでございます。うんうん、だからお仕事を探してたんですもんね。ダメですよ、お兄ちゃんなんですからしっかりしないと。妹ちゃんにきちんと食べさせてあげるのはお兄ちゃんの義務ですよ。いえ、あの、ですから私は主様の妹ではございません。このサンドイッチ、何やら独特な味わいですね。あ、すみません、私ったらメイドなのに料理が得意じゃなくて。お口に合いませんでしたか？いえ、私がこの地方の味付けに慣れていないだけでしょう。主様はパクパク召し上がっておりますし。ただ目的地のお屋敷までは半日ほどかかりますので、何か胃に詰めておいた方がいいんですけどね。あ、そうです、料理が美味しくなるおまじないが
両手でハートマークを作って、へい、おいしくなーれ。それは何かの魔法とかでございますか。いえ、単なるおまじないです。気休め程度にはおいしくなるはずです。はあ、気休め程度でございますか。おや、私の食べかけのサンドイッチがありませんね。主様、食べちゃったんですか。たくさんサンドイッチはあるんですから、横取りしちゃダメですよ。あれ、あなたが食べたんじゃないんですか。ということは、私のおまじないに破壊光線っぽい威力があってサンドイッチを消し飛ばしちゃったとか。あ、おや、女の子がいますよ。手を伸ばしてサンドイッチをかすめ取ったっぽいですが、もしもし、どちら様でしょう。どうしました。空き箱の中に密航者でもいたのですか。密航者というか無賃乗車というか、困りましたね。どうしましょう。馬車を借りる際に交わした契約上、事前に申告した以上の人数を乗せたらダメなんです。割増料金取られちゃいます。でもちっちゃい子みたいですし、お外に放り出すのもかわいそうですよね。お嬢ちゃん、そこで何してるんですか。ちっちゃくない。私はちっちゃくないぞ。ちっちゃいですけど、無賃乗車はいけませんよ。悪いようにはしませんから、事情を話していただけます。家出とかですかね。あやねちゃんと同じような、こんなちっちゃい子が一人旅ってわけでもないでしょうし、どうしましょう。だからちっちゃいって言うなよ。お前知ってるぞ。前に会ったことがある。え、スズメとですか。サレンディア救護員の子供じゃないですよね、あなた。どなたかと間違えているのでは。そう、スズメ、そんな名前だった。ここで会ったが100年目。おい、お前は私のことを覚えてるか。知り合いなのですか、あなた。主様はなぜか女の子の知り合いが多いようですね。どけ、お前は知らん、邪魔だ。それよりお前だよ。どこで何してたんだ。これまで会いたかったぞ、プリンセスナイト。プリンセスナイト、あなたプリンセスナイトの関係者なんですか。私もプリンセスナイトの参加ギルド、サレンディア救護員に所属しているんですけど、それ関係でどこかでお会いしたとかですか。違う、プリンセスナイトはギルド名じゃない。どっかで変なこじつけが行われたんだ。そうじゃない、プリンセスナイトっていうのは。
この嫌な感じ。お前ら今すぐこの場所から飛び降りろ。え、死ぬぞ。何なんですか。もうスズメには何が何だか分かりませんよ。